多分森保さん解任できない理由って下の人たちも突っ込めない部分があるじゃないですか。とかね、まあ誰が人事権持ってるみたいなところもありますしね。理事会とかで決めたりしたじゃないですか、あのハリルとかの時は。あの時もね、選手とのコミュニケーションが言ってて本当にそうだったみたいな感じでじゃん。あの時に主力いなかったってもあるし、そう、あの時はね、あのボールをつながせるやり方っていうのもハリルは放棄したから、だから選手と揉めてないんですよ、森保さんは。なんなら選手は森保さんを信頼してる人が多いだろうから、その、なんていうの、人間的なところで言うとね、戦術的なところでレベル高いと思ってる人は多分いないけど。そう、だからそこで揉めなかったらね、あの、スイッチ押さないですからね。だ、マジで、あれですよ。このまま最終予選とか勝てなかったりとか、突破危ういってなった時に、解任になるんじゃないですかね。ただこれで言ってもね、多分、ワールドカップ相当組み合わせとか対戦相手恵まれないと勝てないですよ。あ、そんな感じで。ね、問題点も挙げたし、修正策に関しては僕が言ってもね、別にやらないんでね。他のチームみたいにね、あ、こう来たか、こう来たかとかないんでね。日本代表だから応援してる感じだからな。ハリルアレルギーって具体的にどういうことですか？ハリルが、まあ、それこそ逆ソクラテス式問答法だと思って、答えますけど、コミュニケーションの問題って言われてたじゃないですか。ハリルに関しては、まず協会が呼んでほしいって言った選手を呼ばないみたいなのがあったんですよ。これに関しては、まあ、出典元上げていいのかわかんないけど、まあ、上げちゃいけなそうとか言わないけどさ。ハリルはワールドカップの最終予選の時に、本田と香川を呼びたくなかったけど、協会は本田香川の更迭を考えてたから、なんとか呼ばせたと。で、突破決まったから最後の、何戦だっけ、サウジ戦だっけ、使ったみたいなのあったけどね。っていうのがあったり、あとまあ、韓国戦とかで、負けるの分かってたみたいに言ったところとか。で、あとはまあ、その、もろもろのところで、ハリルの考えがちょっと納得できないみたいな選手が出てきたりとか、協会が要望することをやってくれないとかね、そういうのがあって、でそういう時にハリル自体も突っ張れるし、もハリルの性格を表すエピソードで、まあ、ベンゲル とハリルの対談の時にベンゲルの方がいいホテル取られたのがそれで怒ったみたいなとか、それはまあ、普通にプライドで分かる話なんだけど、そういうところで扱いにくい外国人監督を呼んだ場合に自分たちの思い通りにできないと。ってなるよりは、監督は扱いやすい人がいい。プラス、森保さんは給料が安いんですよ。で、今コロナの状況でこういうふうに代表戦とかも無観客でやんなきゃいけないとかあるでしょう。っていうふうになると、ジャパンズウェイでっていうふうに、ジャパンズウェイって言ったんだっけ、実際に。日本って。言ったかどうかもちょっと分かんないんだけど。ってなると、ジャパンズウィーっていうのは、ハリルのところでコミュニケーションの問題っていうふんわりした終わらせ方をして、西野さん行って、その後、ハリルっていう、ハリルじゃない、その後森保さんっていうのは、もう普通に、扱いにくい外国人アレルギーだなっていうふうに漏れ伝わってくる情報から、伝わってきますね。漏れ伝わってくる情報から判断するのが自然だっていうふうに僕は思いますね。